と30ゲーム40ゲームぐらいあったら行ってたら行ってたんですよ。よし、僕もいっぱい出すぞっていうことで行きます。いつもとテンパイを違う気がする。第1回ドラゴンズレース、まだよ、チャンスアップね、まだ終わってない、高さが大事らしい。これ原作であるんですかね。これやって外れたことない。ということは、はい、もう逃げ出すことは許されない。順調にいこう。いやいや、行こう。暴れるで。はい、始まった。一致するしかせずに発表してくれましたね。50ゲームはめよう。ここで調整どう、あるんちゃうか。うい、軽いよ軽いよ。ボロス狙ってください。ピッてここにアイコンがあればないよね。中で左です。カット。操縦っていいっすか。一番楽しい角度を諦めない頃、僕はまだ諦めない。操縦っていい、行くぜ。ベル来たよ、ベル来たよ。はい、うわぁ、もうあかんわ。239枚、もうちょい打つて。8回中同色2回なのよ。で、2回目一発でいったやん。割とあるやろ。打ちたいんだよ、打ったらいいんじゃん。もうちょい、いや、打ちたいから打ちたいとかじゃないねん。あるかないかで言うと、ないんじゃん。なんで？いや、わからんけど。いや、ほな、打ったらええやん。いいかな。え、いいや、いいや。なんで、なんでそんな遅れたの。いいっすか、これ使って。いいっすか。外線の様子だけ見て出てるかと。いや、それが気になる。いや、さっき出てるって言ってはりました。
ってはりましょうだって見てこいっつってんだこの野郎これ打っていいからあちょっと見てきましょうか見てこいよああいいですよね事故った人はあやってきました2回うわえちょっと待って今までこんなことあったなあ上来てへん時に限ってまあ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 はあですわまあぼち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 感まあでも使ってあるなこればっかりは何とも言われへんけどいやまあ問題は外線ですよねこれは出てますよね多分割とちょっとお祭りっぽいいつもより明らかに強い感じですよね特にこっち側はエグいっすわ箱別積みも当たり前みたいにしてはるし露骨に出てたとか言うたらなんかちょっと荒ぶら張りそうな気するねなんか初め凱旋行こうぜみたいな言うてはったからそれをなんかちょっと二郎と俺のわがままで弱虫ペダル行った節あるじゃないですかで二郎ちゃんと自己利用って結果出しよったよ今さ ART 間でボーナス500余ってんだけどここでボーナスを引くとと、エピソードもらえますでも勝ちますそれは勝ちますあ勝ちだかっこいいな調子はどうだいルッツラーキダッシュフラモンザクアラゲームトスクラーチョイス第1回フラモンザクレースこれはファンですまだまだきたなド素人ついてくるすげえ派手に ART を告知調子を届けるのか僕の役目だからいよいよな暴れるぜ見てきましたどうあったみんな笑顔でしたねターレスは別にそこまで外線が外線が多分2分1ですねまあでもやっぱ出てたら機嫌いいっすね良かったですまあまあ回しましょうねあーしばらくするなと思ってます今6分で回したのに中の人もうちょっと弱い気すんなよっしゃーラキラキ上乗せなよオラ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 上乗せだシャツかまあ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 ドラン・ユニコは見て中で仕掛けなるほどもう追いたるまあまあ行くね行くね弱いか162枚もういまいち伸びきらへんな出てんやからそんなことないよいや俺歌も悪くないと思うんやけどなここ次は東北のはずだこれ何役超えたんだけど通常時やったら ART 発送するんですけど ART 中に行かせてよっしゃーいってことはエピソードエピソードですすげえ壁は突破するそうかチャンス
けるんすか。びっくりしました。あーそりゃそうだ、そりゃそう。こういう時に背中を押すんだよ。押せ。すごかったですね、荒北さん。すごかったです。あ、そうなんすね。見ろ、壁はさっきチャンスです、ね。そうか、俺が支える。最低役行くぞ。俺たちの全力見せてやるぞ。頑張れ、頼むぞ、頼むぞ。押せ。総北の走りだ。問題はここ押せ。あ、エピソード見せて、エピソード。あれこれで、三毛玉ですか。神崎さん、自転車のボトムで、これが小野田エピソードか。すげえな。春香君に日本でもらって試してみたいと思ったんだ。だから僕は自転車競技部に入るよ。最後、こんなとだったら行ける。この先に特化ゾーンがついてくることもあるんですよ。なんか、あ、なし。左、これで、ね、これまた650まで終えました。チャンスね、530当たって前もしてるくらい。あー、来た、よかった、早かった、助かった。540ゲームボーナス確定で、仮点超えてるから、これが ART か、当選ということですね。ゴールに届け。はい、ゴールゲーム。おーしゃ、見てみろ。おーら、見てみろ、これ。はい、2人とも当たったぞ。地を越えろ、地を越えろよ。お前何部やっけ。580。500なんもう。580を超えるよ。じゃあここで2人の地域の差が分かるわけですよ。ジローは580ですよ、戦闘力。お前はいつだって話ですよ。あー、そんなもん、そんなもん。だいぶ危ないっす。あ、風風風風いいよ。ゴロ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 。いいよ、風いい。おい、いいよ、いいよ。ちょ、お前すげえな。あんな調子乗ってたのさっきまで。お前シュンってなっちゃうね。
動力は580です。580です。まあ見たことは220あ、もう正確な数値ですね、結構意外と正確な、意外とまあ3倍とは言わないまでもまあ 2.5 倍ぐらいですからね。ああその通りですよ。平均なんぼやこれ。平均300ぐらいちゃうのでしょ。ちょうど平均ですよ。何が分かんねん。何が分かんねん。じゃあみんなプラスで終わろう。はいはいはい、ね、みんな笑顔。はい、288ゲームの582枚でした。魚達さんの入ったやつにも行かずと。はい、というわけで、まあ以上、時間が来たということでして、僕はここで終了したいと思います。ありがとうございました。563ゲームハマり、カウンター上は516。負けない、どけ。150枚ぐらいで終了。あ、アルティチュー、アルティチューやからとかなんかないか。なるほど。まだアルティチュー、アルティチューじゃないか。あれ、クラス降格で協定。何これ。え、待って、何負けてんじゃん俺。いや、俺でも500何枚やったで。え、500何枚それ。ちょっと待って、それえ、それ負けてるやん。いや、じゃあやから、ええー、ねん、投資450枚やから。え、いや、じゃあじゃあもう突っ込まんとこ。いや、おう、ええやん。そう、ガタクさんの分、スコータンはもうなんか、うん、あんまりあの人なんかそこまで深く考えたらないし、うん、なんか450枚さえ以上出りゃ、うん、おめえも勝ちじゃねえかって言ってはったから、うんうんうん、もうそういうことなんじゃない。あ、そうなの。多分あの人の中では、あの、だ、全員勝ったんや今日は。あ、全員プラスやね。やったってくださいよ、やるよね、あるお前。やったってくださいよ。このジャージは6人全員のジャージ。ベル1回だけですか。続くんじゃないですかね、もしかして。じゃあやばそう、やばそう。あ、おお、ほら、こいつは正直、これでももう一回一からスタートする人。あ、はい、そうか、めっちゃいいよ。すごいすごいすごい。これ、いや、全開で回すけど、残したら打ってくれる？わかりました。ちょっと東京戻んなきゃいけない。
僕も東京行かなダメなんですよ。えいやいやチャーチ頑張れ頑張れ。でも終電でいいで、僕は最悪。はい、お疲れ様でした。実践終了いたしましたね。休止ねえよ。そうですね、厳密には、まあ、ちょっと残ってる。いや、ほんま素晴らしいですね。いや、すごいっすね。最後まで駆け抜けましたね。出るね出ますね、やっぱ出ますね、ほんまに。いや、なんかもう夢を見させてもらったけど。ちょっと待って、ね、ちゃんと個々に結果を言いましょう。はい、はい、僕、投資450枚に対しまして回収500何枚でした。いや、俺の使うスランプライフだい、ま、プラマイゼロのだいぶ下の方でこうなってる。これね、めっちゃ厄介なことに僕も言ったんですよ。そしたらお前うるさいぞ、黙っとけ。そしたら、いやいや、気づいてへんお前も黙っとけ。出玉つけたこと気づいてへん。おかしいっしょ。気づいてへんじゃなくて、いや、魚卓さん言ったんですよ。忘れてるかもしれないですけど、あのもう450枚だけでいいよ。現金投資した分をまくったらもう今日はお前それ勝ちってことでいいよって言ったんですよ、耳元で。俺そのこと言った？言いましたね。耳元で言ったからカメラには残ってないです。マイクつけてじゃあマイクつけて。俺450って数字はお前の最初の ART の目標枚数ですよね。ですよ、はい、でそれでつなぎでやってて、で、まあ、御堂筋僕は引きまして、はい、まあよかったなみたいな空気感になった時に、あれ御堂筋じゃないでしょ。あ、御堂筋、ムカムカボーナス、ムカムカボーナス、キモキモボーナス、ね、ややこしいな。いや、まあそれでまあまあ、いや、おっしゃりましたよ。そのキモキモボーナスついたタイミングで、タイミングで、うん、あの450枚でええわ。あ、ほんとですか。でも500何枚なんで一応勝ちです。いや、負けやろ。絶対な、もうええやん、もうそれがいっちゃん気持ちええやんなあ。何ええやん。あ、もう言う、もう、い、うん、言ってないですよ。あの、そんなこと。一言も。病気っすよ。おいね。じゃあ、一言も言うてよ。いや、でも、ええやん、それで。みんなで勝ち目指そうぜっつって。あの、さっき、ご飯の時に、バイオハザード新しいのめっちゃ怖いっすよ、ね。そうですか。お前が一番怖いから。でも、何やつかわかんねえから。違う。じゃあ、僕は丸く収めようとしてるんですよ。じゃあ、結局、僕、1400枚ぐらいですね、流したん。150枚通しで、1400枚ぐらいです。俺も150枚として、表示だと3600とかあったな今ですね。3600、3700、素晴らしい。いや、素晴らしいですよ。だからプラスの5000枚ぐらいいってんのかな多分。俺1130とか載せたの1年ぶりとかさ。あーですね、4桁載せて以来ですね。あれはちょっとえげつなかったですね。ちょっとほんまにあれはね、震えましたよ。なんかあのあれ思い出した、二郎のビンゴ、ヘブンズで1回ありましたよ。そうだね。あれより僕はインパクトが強かったんちゃうかなと。あれなんでやねん。なんでやねん。それ納得いかんで。あれはまんまに出たべ。何がやねん。まんまに出たかじゃん。まんまにどうこうちゃうやん。インパクトやろ。じゃあやから俺が言ってんのは、新基準機であこまでやれるって見てた木村拓さんはさすがやっていうインパクトを言ってる。わかるけど。お前すぐ上乗せてくんなよ。旧基準でほんの3000乗せれんのかって。いやだから別に魚拓さんがすごくないとかそういう話じゃなくて。ほら結局そうなんすよ。じゃなくて、わがわがなんすよ。じゃなくて、ほんま、そんな風に言わんといてほしかったなと思った。メッキが剥がれたな。メッキが剥がれたな。あー、もう話だなわ。今日途中、魚卓さんにも言ってたんやけど、まあ二人とも事故ったんやんか。だから今日俺は体を覚えましたから、通常時。でもそういう意味ではあれを事故っていうのだったら1ヶ月合うんだよね、はい、ケーキね。ケーキはチャンスはもらってんだよ、はい、だからそれを物にできなかったわけであって。物にできてないことないですから。物にできてないよ。ああ、だからね、だからやっぱりそうなんですよ。ちょっとなんかもう狂ってる感覚が。違う、あなたじゃなくて我々が上乗せがインフレしてる。220って割とですから。いや、割とやからあんな派手な音鳴るんですよ、光るんですよ。もうインフレしてる。あ、考え方が220が普通だと。じゃあだからお二方の戦闘力がほんまに高すぎるんですよ。わかりますか。ただやからヘブンズはやから そうこのバランスがいいんですよ。その2人の乗せバカ乗せ見たところで、やっぱり一般視聴者の方はそれ見ても全然現実感がないと。わかります。なんか夢を見てるようだっていう感じだって、あんな上乗せは。だけどでもやっぱり僕がそこで220 、うん、キモキモボーナスでしたっけ、あれ乗せたところで、ああやっぱりほんまはこんなもんやっていうことで三段落ちですよ。すげえ、めっちゃすげえ、あ、やっぱこんなもんやって。うまいこと言ったよ。そう、うまいこと言ってバランスは取れてるんで。なんか納得してもうた。そう、うん、まあ、とりあえず、あの、買ったんで、3万円のお肉ゲットしました、おめでとうございます。とりあえず、はい、ね、はい、次回も勝てるように、ガムさん、主に地下で戦いましょうね。まあ、
まあ、うん、それが絶対正しいから全然ね、よく前といて絶対正しいとか言えるね。ほんとすごいお前は。ちょっとジローは思ってるけど遠慮して言えへんから、年下やから。いやでも上の方が状況良さそうでした、うん、だからって上行くっていうのはまたね。であかんの、うん、まあでもこうだって5000万円の現金通してなんかちょっとバカらしいっていうか、まあ、そういう意味では今日は勝ったけども、ちょっと立ち回りはミスったかもね。半年トータルで見た時の。いや、ミスってないよ。ミスった可能性はあるんちゃうかなって。いや、今日だけで見たら、長い目で見たら、お前いつも言うやん、長い目で見ろ。長い目で見たら今日の立ち上がりはちょっと失敗だったかもしれへんなって、はい、まあこれがね、今後どういう風に尾を引くのか見ものですね。ねえ、しばらく負けたやつか。ほんとに腹立つんですけど。なんなんすか。あなたなどでなさいもんね、はい、仲良くしましょう。ということでまた次週ね、あれですね、はい、調子だったらやっぱたくさんでいきたいんで、ね、ぜひ応募してほしいですね。そうですね、神に、うん、直接来てもらって、はい、いっぱい応募してください。はい、はい、ありがとうございます。忘れてました、はい、全部勝つんで今回は間違いない。ゴールベッドとかしないです。もう、そうですね、フル装備で、うん、はい、そうですね、バーベキューに挑むつもりなんでいきましょう。はい、はい、ということでまた次週から戦い続きますけども、どうぞお楽しみください。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。そこでアカウント開設を記念してプレゼントキャンペーンを実施中。なんと抽選で300名様に1000円分の LINE プリペイドカードをプレゼント。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信してますので、皆さん友達登録してキャンペーンに応募してね。